今回アットルシーポンプ場を紹介する大島鈴木です。まずは設置場所の加東市について紹介します。加東市は兵庫県中央部や南の位置し、北東部には山地、西部には低地が広がります。ポンプ場の位置はこちらです。6年前に市役所が建て替えられて、綺麗な庁舎が迎えてくれます。綺麗なところで働くのは気持ちいいですからね。また酒米の山塗り地区の産地としても有名です。市内の多くが産地の格付けで最上である特 A 地区に指定されています。撮影時はおちょこまで持っていたのですが、買うチャンスがなかったんですよね。他にも万州ラーメンという甘い味付けの醤油ラーメンも有名です。美味しそうですね。じゃあいただきます。お腹も膨れたし、次のスポット行きましょう。お揃いのジャンバー？これは西東岡で紹介しているから、そっちを見てください。何ですかここは。いろいろな岩の形があるし、水の流れが綺麗ですね。ここは東流などで奇岩がいっぱいあり、川の流れは激流や滝を形成しています。舟運の難所としても知られていました。ここを船では通りたくないですね。そういえばここから潜水艦東流が名付けられたんですよね。お、また違うとこ。ここは長古寺といって国宝に指定されているお寺です。国宝がこの場所に。ここは1000年以上前に建てられたと言われており、当時の柱もそのまま残っています。また鐘楼も重要文化財に登録されています。重要物だらけじゃないですか。無形文化財もあるとのことですが。鬼祭りっていう、今のなんとかの刃とかいう漫画の入りに乗っかれそうな伝統行事もここで行われています。いいポスター貼ってありますね。そういえば2021年に新しい施設がオープンしたんですよね。トリックアートや AR 技術を楽しめる美術館の加東アート館がオープンしました。写真を撮って体験してみたいですね。じゃあそろそろポンプ場の紹介をしていこうか。部長直々によろしくお願いします。ここがアットルシーポンプ場です。綺麗なところですね。どこから水が流れてきているんですか。矢印の水路から水が集まってきます。いろんな箇所から流れてきてるんですね。流れていく先は。普段はこのゲートから河口へ流れていきますが、大雨が降った際はこちらに流れていきます。そしてポンプによる強制排水が行われます。じゃあその他の設備を紹介していきましょう。ここが電気設備です。 250kVA のディーゼル発電機が設置されていて、別の部屋が電気場の部屋です。中は広々してるんですね。じゃあ次に行きましょう。ここは自動除塵機です。自動で冷気が回ってゴミを集めてくれます。それがこのコンテナに溜まっていくわけですね。最後に地下にあるフラットバスターを見ていきましょう。ついに来ましたね。楽しみです。ここから降りていくんで開けますね。お、いい笑顔。じゃあ降りていきましょう。これがフラットバスターですね。かっこいい。人と並んでも同じぐらいの大きさなんですね。これは900ミリの口径で、今回は低地型が採用されています。確かに今までのポンプゲート型とは全然違うんですね。ゲートを開け閉めしないタイプで、運転イメージはこんな感じです。いかがだったでしょうか。本日の紹介は以上です。このポンプ場で加東市を浸水から守っているんですね。他のポンプ場も紹介していますので、ぜひご覧ください。